フィリップ・ w シラー、通称フィル・シラーは、アップル・フェロー。2020年8月5日、スティーブ・ジョブズ復帰後に廃止されていた役職のアップル・フェローに昇格することが発表された。公認のワールドワイドマーケティング担当上級副社長は、グレッグジョズー役。1982年、ボストン・カレッジを卒業。主にマーケティング分野でキャリアを積む。 ファイアパワーシステムズのプロダクトマーケティング副社長、マクロメディアのプロダクトマーケティング担当副社長を務めた後、スティーブ・ジョブズがアップルの経営の実験を握った1997年8月、全民のゲリーノ・デルーカが退社したことにより、マーケティング担当副社長に就任した。役職柄、表舞台に登場することが多く、マクワールド・コンファレンスエキスポ、 ワールドワイドデベロッパーズコンファレンスなどのイベントでスピーカーを務めている。iMac、iBook、MacOS、iPhone などのマーケティングを統括したほか、Apple の主要な製品開発にも関わり、iPod のスクロールホイールのアイデアはアシラーによるものだという。2019年9月に退職したスティーブ・ダウリングの一時的な代理として、2021年5月にステラローが 広報担当 VP に就任するまでシラーが広報担当を兼ねていた。ありがとうございます。